はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、開口変幻自在の愚者壁コンイギーですね、こちらの国情を攻略していきたいと思います。今更ながらの、攻略なので、備忘録としてご覧になってください。ステータスはね、ご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。メインアタッカー、そしてリーダーのタロスケですね。勇気、生命時期、俺が戦うぜ。まあ、こんなにいらないとは思うんですけどね。まあ、一応ということで入れてます。そして、リサリサ先生ですね。先導スキルゲージ、愛をつけてます。もう完全に、ゲージ要因ですね。そして、育成枠、光一くんですね。愛をつけてます。そして、カムーも喧嘩と愛をつけてます。育成枠ですね。何気にリサリサ先生も育成枠です。そして、フレンドにはウンドゥールを迎えてます。では参ります。もう完全にね、タロス系の CS 系っていう感じですね。もうリーダースキル完全セーブスついてる、もうご覧の通りの威圧がわんさかなステージなので、もう CS が打てなくなるとめんどくさいっていうのねあるんですけどね。で行きまーす。一つ打っておきましょう。ん、打ててなかったですね。まあタロスケの CS をするとね、長いんですよね、どうしても。はい、カエルが降ってきたので、レンダルウンドルで勝利ですね。おっと、できなかった、意外。意外でした、できると思ってたんですけどね。はい、次のラウンドですね。もうタロスケがね、本当威圧対策になってるんで、もう本当に楽ちん進めますね。はい、では CS ですね、使っていきます。そして急に闘志が湧いてきたおかげで5ゲージ貯める必要もなくいけるっていうのがね、楽です。はい、クリアですね。さあ、それで CS ですね。もうタロスケ CS だけです。面白みなんてありません。まあ高火力の人だったらですね、発音要因だけでクリアっていうのも可能なんでしょうけど、私の、発音要因はシトロが、やってるんですけど、全然倒せなかったですからね。全く意味をなしてなかったので、発言要因としてので、あの CS ゲームとしてね、やってるんですけども、もうちょっと育てたいなとか思うんですけどね、なかなか、振ってくれないんで、ミジトロがですね、悲しい思いをしています。はい、そうこう言っているうちに3ラウンドの増援も終了ですね。はい、終了です。さあ最終ラウンドですね。
この最終ラウンドはですね、イギーがね、カウンターなので接触カウンターなのでなんとか避けたいですね。イギーがですね、接触カウンターはですね、砂の守り、接触攻撃を受けるとカウンターダメージを与えてきます。そして手の前にいるジョナサンですね、北風がバイキングを作ったで、敵勢力にね、接触攻撃を受けると敵勢力全体の ATK 攻撃力を 1.5 倍プラスヒダメージを3分の2にしてくるので、この両方に当たらないようにしたいですね。で、奥のナイフですね、ジャック・ザ・リパー、こいつにも当たりたくはないです。なのでパパウめがけていきます。はい、倒しましたね。でゲージを回収されるんですが、まあタロスケなのであまり意味がないですね。はい、では次ですね、最終増援、こちらももうその場スマッシュみたいな感じで終了です。おっと、光一くんがナイフに当たりました。ナイフさよならですけどクリアしましたので関係ありません。まあ本当 CS ゲーなんであまり面白みはなかったですけどもね、まあ、こんな感じで生きてクリアしました。ではですね、最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまたどっかでお会いいたしましょう。ラサバタイム。